今首都高を走ってます。前に見えるのが六本木ヒルズ。肉眼で見たら超でかいのに、なんかカメラを通すとすごいちっちゃい。あー、その向こうに見えてきたのが東京タワー。東京タワーの横も走るね。ヒルズでかい、太い。でしかも太陽に照らされてるのかな、すごいキラキラ。え、太陽もう出てないのか、沈んだのか。沈んだか。でも超綺麗。でかい。やー、首都高は車が多い。だってブレーキ踏むって普通の高速道路じゃ考えられないよね。だってもう、はい、20キロ、これもう止まってる。止まるってちょっとありえないんだけど、普通の感覚では。首都高だとあるのか。ジャンクション、あ、混んでますのあれが出てるのか。やっぱ指が入っちゃった。おー、六本木ヒルズ太い。これオフィスだけじゃないんだよね、なんか多分住んでる人も。すごいね。いやー、これ混んでるのか。ちょっと早く東京タワー見たいんだけど。六本木ヒルズには、なんだっけ、近くにはテレ朝がある。で、グランドハイアットもあるのか。グランドハイアットは、フィオレンティーナか。ケーキ屋さん。あそこは、あれ、何年か前の、エチェン、今、エチェンヌ、っていうお店、独立してお店を作った藤本シェフ夫婦がまだここの、グランドハイアットにいた時が一番華やかだった。クープ・ド・モンドで優勝した藤本シェフ。ロブションもここかあるね。美味しいんだよね、ロブションの。いや、昨日の昨日のじゃないわ、この前のビロンで食べたフランも美味しかったけど、ロブションのフランももう最高。動かないね、高速道路なのに。ついにご対面、東京タワー、綺麗、超綺麗。もう間違いないよ、あれスカイツリーより絶対東京タワー派、派閥があればそちらに所属します。すごい。ああ、もう上しか見えなくなっちゃった。変な壁ができた。ああ、今日満月か。首都高すごいね、40キロ。これが高速道路だから考えられない。みんなどこ行ってんだろう。うわー、眠たい。うわー、東京タワー大きい。あー、また半分になっちゃった。デン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 。あ、もう終わりかな、これで。グッバイ。渋滞はどこまで行く？オッケー。
分岐 OK。 うわあ、ブレーキ踏んじゃった。ま、焦らず安全運転。見えてきました、レインボーブリッジ。もうすぐ隠れる、もうこのタイミング、もう意味がわからない。どういうこと、いきなりもうマンションでズンだった。マンションでズン、ズンの安、ズンの安。おー、カーブです、安全運転。さあ、こういうレインボーブリッジ、曲が入ってダメなのか。ああ、やばいやばいやばい。来ました、レインボーブリッジ。いやでも来ましたっていうほどそんなあれでもないのか。ああ、でも向こう側のビルとか綺麗だな。レインボーブリッジが綺麗なんだけど、向こうか綺麗なの。あー、なんかあれだ、なんだっけ、屋形船とかあったな今。レインボーブリッジ今80キロ。あー、向こうのビルとか綺麗。あー、東京タワーが、あー、オレンジで、あそこだけこう華やかな感じある。いいねー。あ、スカイツリーも見えるんだ。ちょっとアップにしてみようかな。よいしょ。え、隠れたか。おー、向こう、何あれ、観覧車か。こっちが富士、右側フジテレビなのか。なるほどね。左ばっかり見てた。いやー、でもこっちの景色いいな。東京タワーいいね。前に来た。ああ、合流か。安全運転。4車線、片側4車線。
側にちらっと見えてきてるのが日本一大きい観覧車、葛西臨海公園にある観覧車でかい。あれなんだっけ、ここドラマの、ドラマここで撮影あったんだけど、あれなんだったっけな、あ覚えてないな、あれなんだったっけな。でっかい、全然いい景色が映らなかった。